皆さんこんにちは。教育 ICT の実践とノウハウをお届けする IT チャーズ TV、 教育 ICT コンサルタントの小池です。玉川大学の小坂井です。さて小坂井先生、はい、教育とか ICT を除いたときに小坂井先生と私の共通点って何だと思います？そうですよね、子供が3人いるとか、とバスケットボールやってたことがあるとか、奥さんが怖いとか。なるほど。確かにそこも共通点かもしれないんですけども、小坂井先生は日高市のご出身で、はい、私春日部市の出身ということで、はい、実は出身が2人とも埼玉県なんですね。あ、そうですね、はい、その通りだと思います。あ、そうですね、はい。割にはあの埼玉県ってなかなか、まあ、この ICT の活用の実践ってあんま聞かないと思いません？そうですね、こういまいちこうなんて言うんだろう、こう活発じゃないってイメージもあって、なんか私の地元ながらですね、なんかないのかななんて普段も思ったりしてたんですけどね。はい、ということで今回はこの埼玉県の県立高校の先生をお招きしております。それではご紹介しましょう。今回のゲストスピーカーはこちら、埼玉県立坂戸高等学校の黒澤武先生です。いわゆるあの普通の県立高校の先生ですよね。まあ、私自身もですね、非常に興味あるのはこういう普通の高校の方っていうのは、まあ、施設だとか予算もすごく制約があるので、まあ、それをどう乗り越えたとかですね、そういった物語なんて非常に興味あって聞きたいなと思ってます。はい、ということで行ってみたいと思います。ゲストスピーカーは埼玉県立坂戸高等学校の黒澤武先生。プレゼンタイトルは英会話番組制作から学校紹介プロモーション映像まで、自作教材で授業を変えるです。黒澤先生お願いします。どうぞ。皆さんこんにちは、埼玉県立坂戸高校、英語科の黒澤武と申します。よろしくお願いします。本日は、英会話番組から学校紹介プロモーション映像までということで、自作教材で授業を変えるというタイトルで、プレゼンテーションをさせていただきます。よろしくお願いします。まず自己紹介を簡単にさせていただきます。まずは英語教員ですけれども、採用されてから15年目で、現在の坂戸高校では6年目を迎えます。あ、すいません、7年目ですね、失礼しました。で、ブックライター、バックパッカー、海外旅行が好きですので、その海外旅行のことをですね、本を書きながら、書き溜めて本を、出版というかしました。で、それを、成績上げた生徒ですとか頑張っている生徒たちにプレゼントという形で、書店では置いてないんですけれども、そういった形で出版をさせていただいています。で、アメリカンフットボールは大学と社会人とでやっていました。で、最後にですね、DJ4TK's Cafe on Facebook ということで、Facebook を使って、2年前までですね、2週間に一遍うちの ALT と一緒に英会話番組を作っていました。で、それをアップした後に授業で持ち帰って生徒たちと一緒に練習をしたりとか、そういったこともさせていただいていました。よろしくお願いします。はい、で、その様子なんですけれども、実際はこんな感じです。どうぞご覧ください。早速今週のスキットを聞いてみましょう。 Are you ready to order, sir? Yes, please. Can I have just a cup of coffee?With cream or sugar? Oh, black is fine. Right away, sir. はい。次に、ICT 活用を、始めたきっかけです。私は実は初任校がですね、特別支援学校でした。ろう学校で耳の聞こえない子たちに英語を教えてたんですけれども、その時は、初任研と5年次研で英語教育に関する研修を受けたことがありませんでしたので、自分自身でやっぱりどういうふうに英語を効果的に教えるかとか、そういったことを学ぶ必要がありましたので、県教委が主催するものではなくって、自分自身で、いろんなセミナーに今まで参加させていただいています。で、その中で ICT 教育ですとか英語教育はもちろんですけれども、さまざまな研修に参加する中で、あ、こういうふうにやったら授業がもっと面白くなるな、効果的だなっていうふうに学んだものを自分でアイデアを盗みながらですね、試行錯誤をしながら自分の授業に当てはめて、トライアンドエラーで今の授業があります。はい。で、授業の効率化と再利用ということで、やはり一度作ってしまえば何度でも
使えるという利点もありますし、それが、まあ、今年しか使えないものっていうのもあるんですけれども、バージョンアップさせていきながら、何度でも使えるっていう、まあ、そういったものもありますので、それはすごく便利だなっていうふうに思います。で、もちろん、それをやることによって、生徒たちの反応もすごく上がっていると思います。ただ、教科書を読んでいるだけでは、どうしても声が小さかったりするんですけれども、スライドだったりとか、BGM をかけたりとかすると、生徒たちの声が大きくなったりとか、そういったことも期待できますので、まあ、使ってみてよかったなというふうには思います。その具体的な実践に関しては、後半部分でご紹介させていただきます。はい。では、最初にお話しした様々なセミナーで、学んだことということで、まず一つ目、ラーニングピラミッドというのは、まあ、有名なチャートのようなんですけれども、後でご紹介します。英語教師の役割とは、これもですね、実は、2年前の夏なんですけれども、ボストンに2週間、英語教員、世界中の英語教員が集まったセミナーで、教わったことなんですが、これもちょっとショックを受けました。3つ目がオーセンティックな教材を教室に持ってきて、音声、画像、映像、まあ、その他もろもろっていうところですね。デジタルネイティブの生徒たちで小業を辞め、教材やアイデアを広くシェア、仕事を軽減。やっぱり先生方はいつも忙しいですので、それをいかに、私自身も定時でなかなか帰れないので、それをいかに帰れるようにするかっていうところをちょっと考えて、そのためには ICT 活用ってすごく大事かなっていうふうに思います。はい。まず最初に先ほどお話ししたラーニングピラミッドです。私自身も今までというか、もう10年以上前ですけれども、20代の頃はどうしても、生徒に対してどうしてもレクチャーオンリーの授業が主体というか、そういうふうになりがちでした。で、これを学あるセミナーでですね、もう6年7年ぐらい前だと思うんですけれども、知った時に、自分がやっていることはこの一番上のレクチャー 5% しか生徒たちには定着していない、で、生徒は勉強する気がないから生徒が悪いっていうふうに教師としてはなりがちなんですけれども、実はこっちの責任が重くてっていうのを気づいたんです。気づかされたんですね。で、すごく衝撃的というか、反省しました。で、一番定着するのは teaching others ということで、生徒同士の学び合いがすごく大事だっていうのを学びました。で、これを知ってから、自分自身がじゃあ、まあ、ICT もちろん踏まえながら、組み込みながら、授業でどうやってこれらをですね、授業の中に当てはめていくかっていうことを考えながら授業作りを日々しています。はい。で、教師の役割です。これも先ほどお話ししたボストンで学んだことなんですが、プランナー、授業計画者ですね。ファシリテーター、ダイアグノスティシャン、生徒たちの診断をしてあげる。で、さらにどうやったら上に行けるかっていうことですね。アセッサー、評価者ですね。マネージャー、クラスルームマネージャーですね。で、モニター、生徒たちがグループワーク、ペアワーク、個人でもやっているときに、期間巡視をしながら、ちゃんとやれているのかどうか、で、間違っていないかどうかっていうところを、普段からモニターするようには意識しています。Language Resource、これも普段、まあ、新聞だったり、インターネットだったり、いろんな、オーセンティックな教材を情報収集をしながら、あ、これ授業で使ったら面白いなとか、この動画いいな、この曲聴かせたいなっていうのを、普段から、情報網を高くしてですね、するようにはしています。で、最後が、ラポートビルダー。どうしても、男子生徒が例えば女子生徒とペアを組むと、どうしてもやりづらいとか、人間関係がちゃんと構築できてないのでっていうのがありがちですけれども、そういったところに教員が入ってあげて、うまく人間関係構築のサポートをしてあげるっていう、そういう役割ですね。はい。はい。以上、ICT 活用、メインではないですけれども、私が教育を進めていく中で、ICT をどういうふうに組み入れてといったところ、きっかけ等をお話しさせていただきました。後半部分では、本校で私が実践している、授業の様子等を踏まえてですね、ご紹介させていただければと思います。ありがとうございました。
教育現場で使える iPad アプリ講座、教育 ICT コンサルタントの小池です。本日ご紹介するアプリはこちら、はい、ドキュメンツ5というアプリをご紹介します。これどんなアプリかと言いますと、ファイル管理、まあ、Windows でいうところのエクスプローラー、Mac でいうところのファインダーにあたるアプリになります。で、実際似たようなアプリで Goodreader というアプリがあるんですけども、こちら日本語に対応してなくて有料アプリなんですが、ほぼ同じことができるんですね。なので、とりあえず iPad、初心者の先生なんかにはぜひ、ドキュメンツ5の方をお勧めします。では具体的にどんなことができるのかと。まあ、ファイル管理のアプリですから、まず、フォルダを作ったり、もしくはこう切り替えたり、ビューの切り替えなんかできますよね。はい、で、フォルダ作ってみましょう。まあ、パソコンでやってるのと同じようにフォルダ作成をすることができます。で、また、ここにドラッグで、はい、PDF ファイルを入れたり、なんてこともできるんですね。はい。さらに、PDF ビューアーにもなりますので、はい、今、縦でこうスクロールさせて見せること。当然、ピンチイン、ピンチアウトもできますし、ちょっとこれ、設定を切り替えると、これ縦で表示するよりも横でこう見せたいな、なんて時には、これも切り替えることができます。これ個人的には非常に便利かなと思ってるんですね。で、さらに、はい、ポイントとしては、パソコンから iPad に、逆か、こっちにですね、はい、ファイルを移したいという時にこれ便利です。いくつか方法あるんですけども、まずクラウドストレージを使う方法。これだけのものが使えるんですね。まあ、ドロップボックス、Google ドライブ。しかも複数アカウントをこう、マウントすることができますから、簡単にドロップボックス等を使ってファイルを移すことができると。さらに、Wi-Fi ドライブというのを使います。はい、これちょっと設定が必要なんで覚えておいてほしいんですけども、はい、設定の中でこの一番の Wi-Fi ドライブを使用可能にする。ですね。ドライブを使用可能にするっていうのをチェック入れていただいて、IP アドレスを、はい、これ、パソコンのブラウザに入れますと、実は同一の Wi-Fi 内だけなんですけども、ネットワーク内でこうやって iPad の中を見ることができるんですね。ここでパソコンの中の好きなファイルをアップロードしますと、iPad にもちゃんと入ってるということができます。さらに、ちょっとテクニックがいるんですけども、ドライブの割り当て、というのをしますと、IP アドレスここにも入れるんですね。すると、はい、パソコンのここ、USB メモリと同じように、実は出てくるんですね。奥の方ですね。黄色いところ。はい。すると、ここにパソコン上からファイルを入れてあげると、これまた、はい、iPad にファイルが入っているという非常に便利なことができます。ファイルの移動。これやるとき iTunes 使うとちょっと特に Windows ユーザーの方すごくもっさりしていて重たくてやりづらいななんていう方多いと思うんですけども、これを使わないことで iPad をより快適に使うことができると思います。ぜひですね、PDF ですとか教材ファイルを整理したりとかパソコンのやつを移したいなんていうときにこのドキュメンツ5使っていただければと思います。はい、はい、ということで埼玉県立坂戸高等学校の黒沢武先生のプレゼンお聞きしたわけですけども、いかがでしたか。そうですね、非常になんかこう勉強熱心というか、なんか非常にこう熱血系なのかななんていうふうにですね、なんかそう思ってたんですけれども、やっぱりその生徒目線で捉えて授業といったものをですねデザインするっていうのは非常に共感できるところありますよね。見習わないとなーなんて本当に思いました。はい、まあ、今回 の, あのプレゼンの中でもセミナーに積極的に出ていってラーニングピラミッドっていうのを知ったことが今の授業を作るきっかけになったという話ですよね。そうですよね、あのラーニングピラミッドって本当にあの人に教えるっていうのが一番勉強になるんだっていうのはまさしく昔から言われている通りなんですけども、でもそういうのを実際にやってみよう、授業の中にどう取り込もうっていうことで実際にやってみるっていうのは非常に重要なことなのかななんて思いました。はい、といったところでお時間になってしまいました。 IT チャーズ TV は毎週水曜日の夜に配信しております。ぜひ YouTube のチャンネル登録をして来週もご覧ください。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。番組 MC は教育 ICT コンサルタントの小池と玉名大学の小坂井でお届けしました。 See you next week.